どうもこんにちは、デミコです。はい。えっとですね、今日は何をするかといいますと、はい。えー、っと、まあもちろん皆さん、うーんとタイトルでご存知かと思いますけれども、今日はね、届きましたよ。先ほど届きました。はい。箱が届きました。というわけで、今日必要なもの、カッター。はい。カッターでございます。さあ、じゃあ。 えーとねどんなものが入ってるのかちょっとね開けてってみましょうかドンはい届きましたこんなでかいのが結構ね重いってわけじゃないんだけどね一応ね荷物的にはね2キロってなってましたからねまあねちょっとベリベリッとベリベリッと剥がしていきますよはいでね今回はねちなみにねこのカキアのね あの,あのちょっとこう名前が出ちゃったらあれか <laughs> 名前入ってた今回はねカチアの箱で届いてますで来るのが早かったんであれもしかしたらメーカーから直接届いたのかしらとちょっと思っておりますがちょっと中身は切らないようにええー、こうやってちょっとねザクザクと切ってああおおか前回と違う前回は こんなね、ね覚えてるあ、ちょっとこれね。えっと、あ、これね、ね。あのーね、ね前回はこんな紙入ってなかったよね。入ってなかったよね、ほら。タチ屋の。タチ屋の、紙でございます。ねえ。こねえ、この前はだってあれだよね。箱に直で入ってたよね。ねえ。はい。というわけで、今日は、購入品紹介でございます。はい。 カチアのメーカーから送ってもらいました。はい。こんな感じで。はい。というかね、あの、あれですよ。基本的にはね、同じような色ばっかです。はい。こんな感じで入ってます。あれでもオーダー伝票が入ってない。前回は入ってたのに、今回は入ってませんね。今回はしょうがないな。カチアの直接サイトから下ろすしかと、あれするしかないかな。ね。オーダー伝票ね。はい。じゃあ、何を買ってきたか、片っ端からちょっと、 えーと、ご紹介していきたいと思いますので、今回は一応紙には包んであります。紙には包んであるけど、まあ言ったらまあ直接箱に入ってるようなもんでございます。はい。でも紙に包んであるときはまだましだということにね、いきましょう。はい。はい、じゃあちょっと、えー、っとね、えー、っとね、えー、っとどれからいこうかな。どれからいこうか。あ、これね、ほら、これ、まずはこれか。ちょっと待って、箱を下ろすわ。箱を下ろすわ。うん、箱を下ろす。はい。 えーとね、今回は、これとこれは違う色。あ、そう。はい。はい。じゃあね、このね、でっかいファーマーってやつからいきましょう。ね、ファーマー。これは、今回はそう。だからね、今使ってるのがほら、アクリルメインで使ってるでしょあれでもう、じゃが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 いろいろ編んでこうっていう感じなんで、えっ、ー、と、買い足しっていう感じで、もうほとんどこの、アクリルの系糸ばっかです。っていうかね、ほぼそれ。うん。ほぼそれなんですけど、ね。 今使ってる100%アクリルで、えっ、ー、と、100g。これ 100g のファーマーって方ね。ファーマー。アクリル100%ファーの 100g で3 4 0ルね。3 4 0ルで、えっ、ー、と、なんだい 3. ?3 から3 5ミ、mm、リの糸。ね。今使ってるやつですよ。色865。これが、えっ、ー、と、あれですわ。あれに使ってたやつ。あのー、 あの、なんだ、モザイク編みのパターン。うん。あれで使ってたやつですよ。ね。あれで使ってたのと同じ色を買いました。これでっかい方で買いました。ね。はい。これを一つ。はい。この辺に。この辺に。結構あるからね。結構あるっていうか、あの、なんつうのファーマー多いからさ。おっきいんだわ。で、で、次。同じファーマー。この色をたんまり買いました。はい。ね。 今、えーとあの、あれですよ、あのなんだっけ、あの今ほら、あれで使ってるやつ、クッションカバー、クッションカバーを編むのに使ってるやつで、白っぽいやつね、この、えー、とライトベージュか、ね、619番、ライトベージュ、これもファーマにも同じ色があるので、大量に買いました。はい、次、ファーマ、これね、これも、あ,のあれに使ってるやつ、あのこのなんだっけ。 クッションカバーに使ってるやつと同じやつでこれも846番のこれ何色だっけこの薄い方の薄い方のベージュちょっと薄めのベージュねっねなんとかベージュなんとかベージュいい加減だな名前みたいなねはいでこれもこのパーマから全部やりますよパーマはいパーマはいこの色も買いましたこの薄っぽい えとなんとかグリーンってやつね、うんあのー、これも、えー、のーあれに使ってるやつ、あのー、クッションカバーに使ってるやつねこれは867番ねこれこれを買いましたなんかでっかいのいっぱい買ってんねーって何ででっかいの買ってるかって言ったらねクッションを終わりにしたらもう一個クッションカバーあるんだけど、えー、っとその前にマットを編もうと思った時玄関マットがもうダメなんで。 でちょっとマット編もうかなと思ってるんで同じような色の組み合わわせにしたいわけですよなのでこれを買ってるんですけど次もファーマなんだけどこれねファーマ何番 ?602 番これはなんかベージュ系ので今まで持ってなかったやつだけど、まあ、ちょっといい色なんじゃないと思って、えー、ちょっとこれ使おうかなと思ってでこっちがね プロモファンのねワンサイズワンサイズじゃない半分のサイズね 170m の 50g のやつねこれね同じですよ同じ毛糸だけどで同じ色買いましたこれも602番ねなんでこんな買い方したかっていうとこっち2個買ってもいいんだけどそんないらないかなと思ってで計算すると3つ分ぐらいでいいかなっていう感じだったんでまあとりあえずこういう感じで買,い買ってみました、はい、同じ糸ですけど小さいサイズねはい。 やばいもう入んなくなってきたぞはい次,、はい、次,次はい次次ははいプロモファンに移っていきますこれでもう全部ファーマー終わってるからねプロモファンこれ620番これもあれに使ってたやつクエッションカバーに使ってたやつでこれはプロモファンを3つ買いましたえだって2つで同じでしょってねファーマーでしょって何でファーマー買わないのって言ったらファーマーでこの色がなかったからですはい <laughs> 値段は実はこれ1個分でしょこれ2個分の値段でしょぴったんこなんですよ。だからこれを2個買おうが1個買おうがどっちにしろ一緒なんです値段も。うん。なのでどっちでもいいの。うん。これでこれ3つ買いました。で、もう1個。これ。この色。601番。 ね、601番はこれ602番でしょ、ね、601番っていうのもちょっと違うベージュの色を買ってみましたこれはねちょっとお試し感で買ったからねだからねちょっとねあれなのあのー、なんつうのえっとちょっとこっちこうにしようかねちょっと違う色お試しだからプロモファンのこのちっちゃい方一つねお試しで色買ってみましたそしてこれこれもあれだねまたあのー なんだパターンをねモザイク編みのパターンやってたのと使ってたのと同じ587番のピスタチオピスタチオ色これまたもう一個買いましたねこれとだってねこれ買ったやつでこれでパターンやってもいいしこれはでもなんとなく、えー、と編むのに使ってもいいかなと思ってもう一個買ってみてで えーと別にねほらパターンのやつは別に他にも色あるからそっち使ってもいいかなと思ってでもやっぱこの色ちょっと欲しいなと思ったんでなんとなく買ってみました自分の,あの普通に編むものの方に使ってもいいかなと思ってで買いましたでこれが今回ライトピスタチオかな607番初めて買いましたこの色はねこれもお試しなのでこれ一個ねこれピスタチオライトピスタチオうんっていうのもですねえっ、ー、とこれだこれ。 この色本当はこの色が欲しいのにねもうないんですもうないからねこっちとこっちでライトピスタチオだとこっちわかるのにねなんかえらいライトピスタチオって言ってずいぶん黄色っぽいあちょ揺れたごめんねねライトピスタチオとか言ってずいぶん濃い感じが濃いじゃないやなんつうか黄色っぽいっていうかねなんつ明るい感じがするけどまあでもこれを差し色で入れてもまあ結構綺麗じゃないかななんて思って。 この色を買ってきました。買ってきましたじゃないよ。買いました。はい。今回はね、アークリルはこんな感じです。ね。割と、量的には結構買ってるけど、でもまああれでしょ。ほら、同じようなものばっかりだから、そんなに面白みないよねっていう感じ。でも必要だから買いました。はい。はい。俺お試し、お試し、お試し食をなんかね、なんなん何食か,か買って、 これはそそそうううだだよね、そうそうそう必要だから買ってんねんで次アクリルの糸はそこまで。でもう一種類買いましたこれはこちらの「カチアコンセプトベガネット」という糸で色は103番を3つ。 ミッチュ買いい、ましたはい、ミッチュちょっとこの色いいと思いませんかこれあのこの前糸作さんが使っててねうんで私この毛糸気になってたわけですよで気になっててそしたら糸作さんが使ってて良さそうな感じだったんでじゃあ買おうかなと <laughs> じゃ買おうかなって思ってうんそうそう ちょいい感じでしょだってこの何ていうのこのこの毛糸のこの感じね結構この手の毛糸ってスルスル滑って編みやすいんだけどでもスルスル滑るがゆえに編みづらかったりもするんであれなんですけどでもなんか良さそうな感じだったんでちょっと3つ買ってみました何作るか決めてません決めてないのに3つも買って何するんだって話なんだけどちょっとちょっと買ってみましたこれがね何かっていうとね色は103番でしょ えっ、ー、とどんだけあんのあっ逆か、えー、ちすっかり見えないからねちょっと待ってねえっ、ー、とねえっ、ー、とね90%コットンで10%ポリアミドで 50g で、えー、140m ですわね 50g で 140m 糸の太さが44.5はあなるほど。 4から4.5なるほどねそんな感じですでまあサイズ的にはちょ待ってえっ、ー、と 19×26 だからはいで4の半4.5ね4.54から4.5ってことなんでこっちよりもちょいと太い感じですわなまあでもあの非常に手触りが 良くてこう肌触りもいいからねあの糸作さんは何だっけ何編んでたっけなんかセーターみたいななんつったらいいんだっけああいうの編んでたでしょあの着るもの編んでたでしょ着るもの編んでてまあだからいい感じじゃないサマーセーターっぽいようなそういうやつでもちょっといい感じなんじゃないかなと思って私はこれで何を編もうかなって思ってんだけどまあまたなんだろうね襟巻きかなんかにするか。 そんな感じ肌につけるものがいいかなって身につけるものがいいなぁと思っててまあ3つあったらちょっと小さめなエリマキき夏用のねちょっとあのーそんな感じができるかなーなんつってこれでちょっと買ってみたんですけどはいわ、まあ、かんないですよでもまだ何やるかこんな感じでね今回ははいこれですこれで全部ですはいねっ あああんんままりり面白くななかかったい、うん、種類あるわけじゃないからねでもこれはね私はね非常に楽しみですよこれいつはもうかなってでも今年はちょっともしかしたら合わないかもしれない何で買ったかっていうと実はあの他にも何種類7色か8色ぐらいあるのかな全部で多分そのぐらいあると思うんだけど半分ぐらいがもう色がなくってでしばらくなんか入荷しないかもしかしたらやめちゃうかもしんないかよ,よく見てないんだけどとにかく今ないわけですよ色が。 だからちょっと急いいいでで頼んししまいまたたみたいな慌ててねちょっと色的にはね茶色と青の、うん、赤っぽい茶色とまあちょっとほんのり赤とねえねえブルーのね組み合わせ、うん、どうもほらブルーが入ってるの好きだからねしもねこういう色合い買ってしまうんですけどついついねまあ、こんなんでちょっと色がねもうだから。 うんといろいろしゃれじゃないよダジャレじゃないよ、うん、でも色がねその他の色が半分ぐらいもうなくなっちゃっててだからちょっとそれこれ以外の色で欲しいのがなかったからちょ,ちょっと急いで買っちゃおうなっつってそれで焦って買いましたはい焦って買ったっていうかでもまあ欲しかったからいいんだけどこんなわけです今回はこんな感じでなのでたっぷりこれねたっぷり買いましたよたっぷり買いましたけど 買ったけど、えー、とマットをね編もうと思って買ったけど、えー、でもそのマットのその何ていうのかなデザインをねどうしようかってまだ全然決まってなくて、はい、どうしようかなと思ってるんですけどで今回ついでにねだからね今ねどこまでねあのー、ほらあれがいったかねあのー、なんだ、えー、とこ,れよこれがいったかってここまで来まして。 ね。ここまで来ました。こんな感じ。わかりますね。ちょっとね、思いっきりあの、あれなのよ。一応カメラをね、一番ね、遠く、遠くっていうか高いところに、あの、持ってきて撮影してるから、なんとか入ってるかな。入ってるね。大丈夫だね。こんな感じ。ここまでは見進んできました。あの、クッションカバー。はい。でね、今ね、どんぐらいかっていうとね、今46センチまで来たわけ。だから残りあと2センチ幅。 2センチ幅だから言ったら、1、2、3、3段、4段、あと4段かな全部で。4段編んだら OK って感じなんだけど。で、これで、ね、ちょっとほら、あ、工事が始まる。また今日ね、工事やっててね、ビビビビビビって、今日はね、うちのね、真下の階だそうです。ちょっと待つ。はい。で、 えっとそんなんでねこれちょっと編み進めてきたんだけどはいでえっと工事が一旦ちょっと止まってるいつまた始まるか分かんないかあれなんだけどまあこんな感じで編み進めてきたわけですよねなのでちょっとね今日はねこれをねまたね進めていこうと思いますよねそうでこれをねあと4段ぐらい編んで終わったら ええと、この裏面をね、この裏ってか合わせる方の逆の面を編んでこうと思ってんだけど、それをね、またどうするか決めてないわけ。決めてないのよ。またこれが。でね、だからこれ4段編み終わるまでに決めなきゃいけないんだけど、どうやってきたかっていうと、これ見ていただくとわかるんだけど、この前はなんかこの辺までだったでしょ確か。ね。で、その後バーっと編んできて、で、ここ、白いのがこうやって、 こう手裏剣の歯の部分手裏剣でも何でもいいんだけど歯の部分がこうちょっとこうなんつうの白っぽくこう伸びていくようなのが見えるようにここまたこう糸をねここだけ変えて白いのを入れてねうんねで一段おきにこう白いの入れてこういう感じになってるのね今ねうん見てわかるかなわかるよねわかる感じそうそうでえっとこれと同じ糸をまたちょっと一回だけここ一周入れてあります こんな感じで。そうすると、この色がね、もうちょっと映えるかなぁと思って。で、もう一回入れてます。ね、こんな感じ。はい。じゃあね、ちょっとこれをね、今日はね、編み進めていこうかなと思うんですけど、はい。というわけでね、えっ、ー、とね、プチ旅行から帰ってまいりましたけれども、いやー、しかし、あの、あのー、まあむっちゃ天気良くて、やっぱり、 で、なんか、出かける前にね、あの、予約を前日にしようかなと思って、あ、まあ、あのー、ね、あの、動画も撮ったんで、その中でも言ってるんですけど、あのー、どうしようかなと思って、でも前日、ん予約しようかなと思って、サイトを見た時にはまだ部屋がね、いくらか残ってたわけですよ。でね、まあ大丈夫じゃないのと思っててさ、で、ほら、 テテストしてさネガティブね陰性のテストの証明を持ってかなきゃいけないんで私ワクチンしてないんでねなのでそれを検査して陽性陽性じゃないや陽性だったらねあの予約してもねあのキャンセルしたらあのキャンセル料が出るんでえー、とじゃあ結果出るまで待つかっつって当日の朝。 テストして、まあ、それは無事に陰性だったんですけど、で、そのまま、あのー、予約しようと思ったら、予約サイトがもう当日、その、行く日の夜の分が予約できなくって、あれっつって、前日までできたのに、当日だからできないのかな、なんて思いながら、現地に行ってみたら、えー、っと、この、なんていうのかな、 数日間のあまりの天気の良さに出かける人がぶわっと急にね出かけようと決めた人が多かったのかまあ行ってみたらえっと狙ってたホテルとかその近辺のホテル全部え玉砕ですよあのあの何て言うの,あのコンプレコンプレってえっと満、ままままま、満室か <laughs> 満室ででちょっと離れたところに離れたって言ってもまあ歩いて。 中心部かから歩歩いいて、まあ、10分も歩かないとこですけどでそこにあの部屋をね見つけたんで、まあ、そこに泊まったんですけどまあでもとにかく天気が良くてねうん本当に気温も高くってでまるであの本当にバカンス中のようでしたねただ本来のバカンスはもう終了してるんで。 えーとお子ちゃまいないので、えーとまあ、動画の中でも語ってますがあのお散歩動画の中でもね語ってますけど、まあ、アダルトな雰囲気でした <laughs> アダルトな雰囲気でございましたいやでも楽しかったですよ、うん、なんか久々にあのノルマンディーの,の海沿いをねこう夏のに行ってでえっ、ー、とねちょっと久々に、えー、と海を見て。 はい、でちょっと夏の雰囲気を味わってこうやって帰ってきましたけどねまあ水着でみんなあれですわ海によく入ってたわよ温度低いのにね水のねノルマンディー沖はねほらあ,のあれなんで <laughs> 水温がね寒流だから低いからね夏でも最高でもねえっ、ー、とね2 0行いかないんですよ。 なんか私にはとてもじゃないけど入れないんだけどうんだってほら小学校のプールの時とかさあ,あれじゃなかったその日のさ水温が2 5五度以上じゃないとさあれじゃなかったあの水泳のあの,ー、あのなんつうのクラスがさ中心になったりしなかったね私はねだから水温にこだわるんですよ2 5五度以上ないと入らないわよっていう感じで, <laughs> も,うん、うん、でもまあ足をねつけるぐらいはしたけどね、うん、まあそれはあの散歩動画の方を見ていただければ。 その様子はねかかかかると思いいますすやなかなか楽しかったです何が楽しいかってねノルマンディ沖まあブルターニーもそうなんですけど何が楽しいかってねやっぱりね潮がね引いた時のね引き,引,き引き具合がすごいもんでねあっちは。うん、で有名なモン・サン・ミッシェルなんかはほら10キロの単位で引いちゃうんだけれどもまあノルマンディあたりはそこまではいかないけどでもかなりあの岸からね 遠いところまで引くんで、まあ海が遠いこと遠いこと引くとね、うん。でちゃんとだから満潮になってくるとあの手前の方までガーッと来るんで、まあまあそれをまた見れてね、うん、まあ楽しかったですよ。ただあの引いた時にね、あのブルターニュとかではね、まあノルマンディーでもまあそういうところありますけど、このなんていうのかな船をねそのまんまにしておくとね、こう全然もう港からこうなんていうの、ちっちゃい港なんかだとね、こうなんていうのかな。 あの水が全部引いちゃうもんだからこう船がさコテッコテッコテッってこ,うこけてんのよ船が <laughs> <laughs> その様子がねすごい面白いんだけどああのモン・サン・ミッシェルの方とか行くと結構あれですよ見,れ見られますよその光景が今回はまあそれは見られなかったけどねあいやでもなかなかドービルにも寄りましたけどちょうど今ドービルであのなんだっけえっとシネマ フェスティバル・ドゥ・シネマ・アメリカンっつってアメリカ映画祭をやってるんだわねあま間違えたアメリカの映画祭やっててで結構何て言うのかな道の規制とかもしてたからまあね非常にあの車を止める場所にちょいと苦労する感じではありましたがドービルのあたりはねまあでも人がいっぱい出ててもう本当に普通の夏休みみたいな感じでしたよはいねいやそんな感じでちょっと えーと暑くて急に暑いとこ行ったから、まあ、体力の消耗も激しかったですが <laughs> まあまあでもそ,そこそこ楽しい、えー、数日間を過ごしてまいりましたというわけで今日からまた気張、えー、って、えー、編み物にとっかかりたいと思いますしかし相変わらずホットフラッシュがひどく <laughs> 夜寝れない <laughs> 眠れない <laughs> <laughs> この毛糸をね触っててもね、あのー、普通の時は全然平気なんだけどねあのホットフラッシュでねカーッと熱くなってくるとね一気に汗がブワッと吹き出してくる感じなんでね今ちょうどそんな感じ今ちょうどそんな感じであっちえっていう感じなんですけどねいやちょっといやちょっと頑張ってねこれはね編んでいってね今日はねこのねえー、っとこの面この面をね終了したいと思いますよ、はい、でちょっとこれをね 編み進めていきますよしばらくねはいさあなんとか最後までやってまいりましたこれが最後の一目になります一目です 長いね長かったですよここまであちょっと待って最後の一目が取れないここちょっと待ってブスッと刺してちょっと待ってはいすくってはい最後の一目最後の一目ブサッと刺さらないんだがどういうことかはいじゃあ細い方でちょっといやーもう汗だくですわ汗だくですわ <laughs> <laughs> いやちょっと待ってなんで入んないのここここに入れてはい,い余計なの取ってるね余計なの取ってから入らないんだよここに入れてえっ、ー、とどこだいどこだいここだいちょ待ってやこうでしょえちょっと待って,<え>っ待って最後になってわけわかんなくなった時どういうことここに入れてここか こう引っ掛けてでこれをこう引いてこう抜くとはいで次の段が最後かどうか分かんないのでこれが残ってしまいましたがあこれはね、ま、ずここで一緒に切っちゃいますはい,いやこれをね最後にしますよっていうのもですねこれねちょっとちょっと測るとですねちょうどね5 0ンチなんでございます,すよねこうやってピーってやったね5 0ンチでございますはい。 なのでここで終了にしたいと思います。なのでちょっとこいつも切ってで、ピッと抜いてで、ここはもういつものように、えー、っとこれは後でね糸処理をするがさてさてはいこれでいいやこれでねはいでここが最後の一目になるのでここで重ねるからこっちから2番目だねここに入れてここに一つ頭を作って。 でこれでぴったりだね目の数がねこれは処理をしてしまいますでもまあここはねどうせ閉じてしまうところだしそんなにきっちりきっちり綺麗に入れなくてもいいかなとただね今回はやっぱりあ,のあれを使うんでちゃんとあのー、あこんなもんでいいやあのあれなんだっけファスナーファスナーね カスナを使うんでね。はいで。これで出来上がりましたよ。片面ね。ね。よし。はい。こんな感じで片面は出来上がりました。で、えっと、裏を見せてくださいという方がいらっしゃったので、ちょっと裏をお見せします。でン裏もね、こんな感じでございます。はい。外側とほぼ同じような感じで、こう、色が入りますね。これが、あの、モザイク編みの、あの、なつの特徴でもあるんですけど、 裏はこうやって一段一段まっすぐな感じで入ってきてねまあ綺麗な感じではい裏はこんな感じでございますはいいかがでしたろうちょっと待ってこう余計なやつをねこうねちょっと白いのはねあの途中で入れ替えて入れてからねちょっと待ってねこういう感じであとどこだまあでもまあきっちりきっちり切らなくてもどうせ閉じちゃうからっていうのもあるんでねちょろちょろ出ててもいいかなって私は思っちゃうんですけどはい まあこんな感じで大体きれいにはいできたかな、はい、というわけで片面出来上がりましたはいそうなんです片面なんですこれ <laughs> でね裏をねどうやって編もうかなってずっと考えてたんですよね結局同じように編むことにしましたはいただ全く同じものを編むのではなく編み方は同じですが色の入れ方を変えてきますもうそれでやるしかない だってそっくり同じのでやったって面白くないしねひっくり返したらあら柄は一緒だけどなんか色ちょっと違うわねーみたいなさ色の入り方が違うわねーとかさあとこの辺のねこの角っこ入れる位置をちょっと変えようかなとは思ってますもうちょっとねうん違った感じで、えー、とただ基本的にこのシ裏ケン型ですはいシリケン型でずっとやっていこうかなとで今回みたいにちょっとこの白い風に残すかどうかはちょっとそれはまたやりながらなのでわからないんですが まあ雰囲気的には同じ感じになるように端っこのねこの角っこにしている部分とかその辺の割合がちょっと変わるかもしれないけど基本的にはもう中心は同じ感じで色を違うものをうん入れていこうかなとで今回はね2枚目はねちょっとねうーんとねまあ同じようにこれをねこうやって色をねこうやって入れていこうかなとも思ってるんだけどその色をね今回はこれじゃなくてこっちの色にしようかなとかね まあいろいろ考えてますよ。いろいろ考えてる。同じ色の系統を使っていきます。そして、えー、同じ形で編んでいくけど、ほんのりから違いみたいな感じでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。で、それはね、ちょっとまたおいおい、えっ、ー、と、それはね、えっ、ー、と、ところどころをね、動画にして撮って、それをまた一本にまとめて、ポンと出す感じになるかと思うんですけど、次回はね、もう裏面はね、あれですよ。あの、一回であの動画を終わらせる感じで、パォッと。 まとめようと思ってんですけど。はい。っていうのはね、またね、だら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 やると大変だから。うん。大変だし、えっ、ー、と、まあ結局同じようなことをやるんでね。うん。なので、まあ、最初のとことかね、そういうのはね、また復習みたいな感じでちょっとやるかもしんないけど。えっ、ー、と、どうしようかな。えっ、ー、と、今からやる今からやっちゃうやり始めちゃうやり始めちゃおっか。ねちょっと、中心の色どうしようそしたら。ねそこからまあ4回って話なんだけど。いや、でも今回はですね、 えーとね、中心の色はまあ中心はこれでいいかな同じでいいや同じでいいけどその後からもうすぐ違う色をねちょっと入れていこうかなと思ってますよはいじゃあちょっともう、ね、早速いこうかもうねこ,これでちょっとつなげちゃうかねうんつなげてやっていっちゃうと思いますよはいじゃあ裏面いこうかねこのまま入っちゃいましょうはいというわけではい表面一応これは表面ということをしておきます表面出来上がりましたはい あのあのとりあえず出来上がったので、はい、じゃ裏面に行きたいと思います。ね、このほら、目数まだ全然数えてません、はい。近づいたら数えればいいかなと。で、合わせていけばいいかなといろいろ考えたんだよ。あ、ごめんね、揺れたかな。はい。いろいろ考えたんだよ。最初はね、あのなんつったらいいのスクエア型の,あのモチーフね。 あれでやろうかなと思ったわけで一色でバーってや,るやろうと思ったわけよもうねこの,こ,のこの薄いこの一番端っこに使ってるこの色この色でもうバーってやってもうくっつけて終わりにしようかなと思ったんだけどいやなんかそれもちょっとなんか数合わせるのもめんどくさいし結局はほら長編みで編んでからなきゃいけないでしょでさこうやって端っこにこうやって穴開くじゃんあれだとスクエアのやつだとそうするとさクッションのさ下地がさ見えちゃうじゃん うん、だからそれがねなんつったらいいの普通の布じゃなくてねなんつったらいいのかな線風みたいなやつのなんか白っぽいやつだからなんかちょ見えたかっちょ悪いんじゃねえかなと思ってやっぱ全部塞ぐ勢いでやった方がいいなと思ったらやっぱりこれをもう一枚なんかちょっと違った柄でやろうかなということでございます。というわけではいさっさと始めていこうか。はい第2弾裏 えまだ続くみたいな。いや大丈夫ご安心くださいあの。今日は始めるだけです。始めて、あのその後はあ,のあれですあの。どん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 進ましてあの終わりにしていきますんで、はい。というわけで、これでまた再度始めますよ。いや、でもまあ新たに始めるっていうのはねこう気分、気分的にはね、なんて言ったらいいのかな。あ,のあれですよあの。全然、なんていうのかなこう、新たな気分で。あれ、ちょっと待って。 ね、新たな気分で始められて私はそれはそれで全然あのいいと思いますよ。はい、ねこうやってちょっと待ってなぜかうまく取れないよしこれでねこうやって取ってまた同じように12で中心に長中長編みか中長編みを15個入れていきます。ねまたまた。また いや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 そんなことないですよそんなことないですよはいそんなことないんででねでねえー、っとねなんでね、あのー、またこれをね続けようかなと言う,言うかっちゅうとまあ今回あんまり話してないよねっていうのもあってね <laughs> いやあのあれですあの次あ,のあれをやるときにあのパターンをねまたね次のやつやろうと思ってるんですけどでそれをやるときにいろいろね今話題のあのー お話今世間で話題の一番のお話をねちょっと続きをね前回の前編の後の後,の後編っていうのをやらなきゃいけないからねそこで話そうと思ってるんですけどあれちょっと今何個だ全然数えてなかったよちょっと待ってねえー、っとちょっと待ってね1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1十2 1 3 1 4もう一個だねえー、っとこれで15でしょで12あちょっと待ってこれね端っこのねここはしっかりちょっと あのきつめにきつめっていうかなんつったらいいのかなあの締めといた方がいいんでね1234567891011112131415はいこれで OK です15でこれでねその話題はいや何の話題よって、うん、あれよあの話題よあの自民党の総裁選ねうん あの話題に関してはねちょっと次のあのあれで何だっけあのー、パターンパターンやる時にね後編中形であっちで喋べろうと思ってるんですけどうんこうちょっと待ってねこれを通して通してはいこっち側にしてちょっと残しといてはいこんな感じではいじゃあねこれで。 次のやつを始めてきますけどはい。というわけで、今ちょっと、工事の音が少しやんだので、再開しようと思います。再開地下でここまで編みました。はい。今回はね、こんな感じでブルーを入れてってね、ね、で、ブルーの、えっ、ー、と、一番内側のこのビビビビっていうのをちょっとブルーにしようと思って、えっ、ー、と、相当めんどくさいです。はい。す <laughs> でに、えー、と告白しますが、えっ、ー、と、結構めんどくさいです。はい。 で、今こうやって入れたから次がこうなってえー、っとここあれちょっと待ってねこうなってここにちょっと待ってこう入れてちょまちょちょちょまいいやはいこう入れて次に持ってくるのがこれですよ。あ違うやこれを持ってきてはいけない。 これだこれ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 白い白白白白,白じゃない茶色茶色普通に茶色違うなどっちだ普通に青だ青を持ってきていいんですねで青を持ってきて下ろすとね下ろすとねこう下ろしたでしょ今ちょっと待って下ろしたけどいや下ろしたけどもちょっと待ってちょっと待ってもう一度ちょっと戻りますね ここ青持ってきてで白が放置でもう連れていかなきゃいけないのが茶色なんだから茶色も連れていかなきゃいけないわけですよ。でというわけはということはですねここでもいやーめ面倒くさいねはいこれも持っていかなきゃいけないから茶色も引っ掛けて引っ掛けながら青を拾っていかなきゃいけないねこうやってこうやってねこうですよ。 でこうしたら一番最後のこのこの頭はこ,のこいつを拾わない <laughs> こいつを取らなきゃいけないこいつを拾ったらあとは青を連れて茶色を入れていくこんな感じで、ね、こんな感じでこの段は、ね、こうやって進めて いこうと思いますでこの裏面もこんな感じでね色をねあの面倒くさいことしながらこうやってえー、っとここ来たからこう来たからちょっと引っ張ってでこれをこのまま取るとあ,のあれなんで止められないのでこうだねこう取ってでここで青で下ろしてではいというわけで。 いきなりここまで編んできました。はい。というのもですね、えっ、ー、とですね、今で、ね、隙間で、隙間でちょっと急いで撮ってるようなもんですよ。というのはね、あのー、工事がね、工事の音がビビビッとまた入ってきましてですね、えっ、ー、と、それの隙間を縫って、えっ、ー、と、編んで、編んでじゃない、撮影して、いますんでね、はいはいはい。で、えっ、ー、と、えっと、えっと、なので、えっ、ー、と、今回はですね、こんな感じでまた、えー、こんなめんどくさいことをまたやっております。はい、やっております。 んこ,こ,こ,こんな感じでねあのこっち側もね、あのー、色をねこうやってぐにゃ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 入れながら、えー、と進めていこうと思いますので、ねえーとね、次はねもう少し進めた状態で次で次でねあのちょっとクッションをね、あのー、作っていきたいなと思ってるんで、えー、とさっさとねこの面はね終わりにしてジャカジャカじゃかじゃか編んでいって、えー、最後、えー、とクッションをね、えー、入れるところまで、えー、進めていきたいと 思います明日、えっと、ちょっとあ,のあれ買いに行きます。ファスナー買いに行きますんで、えっと、このままジャガジャガ続けて、なるべく早く、えー、この何、えー、て言うんですか、裏面ですね、裏面をね、終わるようにしたいと思いますよ。はい、裏面はね、結局同じ編み方です、はいあの。色の入れ方が変わるだけなので、大したあのあれはあり新しいことは特にございません。ただ えーと色の入れ方ちょっとここで、えーとね、早めにこうやって入れたんでこれがちょっとかなりえ結構面倒くさい面倒くさいでもあの基本的にはねやってることはねあの前回と変わりませんので、はい、来たところでその色を入れなければならないところが来たところで入れてくもうそれそれだけでございます、はい、どんな柄になるのか、えーとまあ、お楽しみということで、はい、とにかくねあれなんですよ工事がビー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 ビ,ービー入っちゃってねもうね ほんとうるさいから本当とうるさいからうんだからもうそんなことの繰り返しなんで、えー、申し訳ないんですがえっ、ー、と今日はねこんなところでね終わりにさせていただきたいと思いますはい夜もね夜もつかね夜もあのー、お日様もねもうなんか落ち落ちる感じになってきて暗くなってきたしねうんなのでえっ、ー、とこんな感じでねえっ、ー、と裏面をね続けていきたいと思いますよ今日はは表面が終わりましたそしたそてメインは えー、今日の基本的なメインはね、えー、と購,入購入品紹介ということで、はい、すいませんすいません本当に本当すいませんえっ、ー、とねまあ工事がえっ、ー、との状況がちょっとわからないんであの取れるような隙間を狙ってあのこれからも取ってきますけどいつまで続くかちょっとわかんないんでねなので、えー、とあんまりうるさければまあカットカットカットでちょっと時間かかっちゃうかなちょっと短めのね動画にもしかしたらなっちゃうかもしれないんだけれども えーとまあ、なるべく工事の音が入らないようにもう本当あの何て言うのかなもうねこっちも集中力途切れるよねやっぱりね工事の音が入るとね。というわけなので、えー、となかなかね、えー、とこう編むことはできるけど撮影がとにかくできないから。 その撮影のなんていうのかな、撮影に対する集中力がちょっと欠けちゃうんだよね。うん、申し訳ないんですけど、なので、えっと、今回はね、ちょっとこんなところで終わりにしますけど、えー、っと、まあ、次回はなるべくまともに撮れるように、ちょっとね、週末だったら大丈夫かなね、今日金曜日だから多分もしかしたら週末なら大丈夫かもしれないで、明日もまたね、頑張って撮っていこうと思うんですけれども、はい、というわけでございます。えー、ではね、 えー、ここまで、えーえー、ご覧いただきまして、えー、皆様どうもありがとうございましたえっ、ー、とまたね、えー、近いうちに次回の動画で、えー、とお会いしましょうということでじゃあ、えー、本日はこれまでえー、じゃあさよならでねほんとね汗だくだよあ暑いわいやもうほんと もう暑くてたまんないね。本当夏が来たね。今の気温21度。はい。<laughs> 汗だくです。どういうことじゃあね。バイバイ。